写真をいっぱい撮ってサンプルをたっぷり集めてモラをジャブジャブ稼ぎまくる。あら、とんでもない大物が来ましたね。こんにちは。もしよろしければあなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。おい、おいらたちに言ってんのか。今おいらたちの写真を撮りたいって言ってたよな。おいらたちの写真を撮りたがる人がいるなんて、おいらたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしおいらたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんと、ギャラを支払ってもらうからな。もちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真1枚で150万もらはどうでしょう。尊き最高の冒険者コンビさん。うんうん、そうこなくっちゃ。って、おい、ちょっと待って、いくらだって。150万もら？おいらの聞き間違いじゃないよな。写真1枚で150万もらだなんて、ちょっと大げさじゃないか。おいらたちの肖像ってそんなに価値あんのかよ。150万もらくらいなんてことはありません。もし私と組む気があるなら、写真機でパシャパシャ撮影するだけで9桁ものもらを稼ぐのだって朝飯前ですよ。9桁だと1、10、100、1000、10万、100万、1000万。お、そうだ、全部でち上げだろ。いくら親でも信じないぞ。まさかお前詐欺師とかじゃないだろうな。さてはオイラたちの名前で詐欺を働こうと企んでるんだろう。詐欺なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたね。しかしその正反対ですよ。詐欺を働く悪党どもをテイワットから完全に駆逐することが目的です。そしたらあなたたちにたっぷりギャラを払えますよ。ちょっと待て、おいらさっぱり話についていけないぞ。お前は道端で写真を撮ってただけだろ。なのになんで犯罪撲滅みたいな話につながるんだ。その質問に答えるためには、人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。当たり前のことですが、警備ロボが犯罪行為を制圧するためには、まず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したり、あるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったり、パイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。一理あるかもな。もし私が猫や犬、山柄や鳩、もしくはプクプク獣の被り物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら、警備ロボはどう出るでしょうか。それは反則だぞ。お前がいた動物はどれも可愛いから警備ロボは攻撃したりしないだろ。それにそもそもプクプク獣が街に現れることなんてないだろうし。ピンポーン、よくぞ答えてくれました。実際街にいる警備ロボは猫や犬、山柄や鳩、特にプクプク獣をターゲットにすることはありません。識別するときそれらをスキップするのです。装置稼働効率の観点から
遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者がプクプク銃に変装し窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。プクプク銃に変装して泥棒しただって？しかも警備ロボはそれを見逃したのか？よく考えてみたらムカつくけど、なんか怖くもあるよな。もしそいつらが物を盗むだけじゃ満足しないでもっと悪いことをしようとしたら、まずいだろう。ですので、これは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれ、この戦いは激しさを増していき、やがて技術戦争へと変貌するでしょう。フォンテーヌの治安のために、画像認識学エンジニアであるこの私が一刻も早く力を発揮しなければなりません。私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出し、ロジックをプログラムした小型補助装置を制作する予定です。制作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば、偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りにいけば、理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。とてつもないビジネスチャンスなのです。おいらピンときちゃったぞ。普通お前みたいな研究職はフィールドワークが苦手だから、せいぜい街中でサンプルを集めるだけだろ。オイラたちに協力を提案したのもサンプルの数を増やすために。オイラたちを使い走りにしていろんな写真を撮ってきてほしいからじゃないのか？ご本、その通りです。私のニーズを読み取る勘の鋭さ、さすがは最高の冒険者コンビですね。さあ、私のプロジェクトに参加しませんか？画像認識のプロとして共に犯罪者たちの手口を暴こうじゃありませんか。あなたたちは私と一緒に画像認識の革新へと至る道筋を見つけ、フォンテーヌの技術の発展と治安のために貢献できるのです。富と名声を手に入れる絶好のチャンスですよ。まあ聞いた感じだと確かに価値のある研究みたいだな。たとえモラの分け前を考えなくても放ってはおけないぜ。悪事を働いた上にプクプク銃に濡れ衣まで着せる悪党をこれ以上増やしちゃいけないからな。その勢いです。パートナーシップの成立ですね。ではこの画像認識サンプル収集機の予備機をお渡しします。この中には私が特別に製作した記録装置と分析装置、それに自作のマニュアルが搭載されています。事前に各地の資料を見比べた上で重要なサンプルの特徴を整理しマニュアルにまとめておきました。それに従って写真を撮ってきていただければ結構です。どうです、難しくないでしょう。画像認識戦争の勝利と大量発注の未来のために力を合わせて頑張りましょう。Thank you.
What?